これも、ぷよぷよの、1から、かな？ぷよぷ、見てくださいよ。マス目がめちゃくちゃ広いじゃないですか。これはぷよテトミックスっていうゲームで、ぷよぷよとテトリスが同じ盤面に2つあるんですよ。ほら。これ。テトリスがめちゃくちゃでかく見えるんですけど。あ、これぷよぷよがテトリスか、タクだ。ぷよぷよとして扱うこともですけど、テトリスとして扱うこともできるんですが。これね、もう正直言ってていい？説明じゃ追いつかないっす、これは。わからないこういう風に、ぷよぷよを貫くレベルで強いんだけど。何どうすりゃいいのこれ。ちょっとね、テトリスは重いんですよね。重い扱いだから、入れれるんだ。この中に。貫くように。そうだ。そう、これ大きな違いはそうだ。ダンって入れれるんだ。ところでちょっと待って、このままじゃ俺終わっちゃうよ。終わっちゃうよ、俺。説明するだけで終わっちゃう。助けて。助けて。消した方がいい。こうやって消せるんだね。そうだ。で、大見のはずっと。この、べちゃっていくような感じね。はい。それによって、上に潰されるんじゃん。ぷよぷよは。ぷよぷよ上にこうやって潰されいくから、それで連鎖を狙うこともできるんですよね。結構ね、連鎖はね、かなりしやすい部類かもしんない。こうかな。うわぁ、それも来る。あとね、これね、正直言っていい？めっちゃ見づらい。何があんだかわかんない。正直ね、かなり見づらいっすよ。1、2、あ、そうそうそう、2連鎖ね。いやー、おー、なんで？ちょっと待って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 、やれちゃう、終わっちゃうって。一番面白くないのやめて。やばい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 。なんか意味わかんないことになって、なんかぐっちゃぐちゃってる俺の幅面。なんか、みんななんで適応できてんだってレベルでうまいよね。みんななんか、なんで適応できてんだろうっていうレベルでうまいな。俺ね、もうプープーが合体してるせいで意味わかんなくなってんだもんね。これはね、奇跡的に勝てるかどうかっていうレベルですね、僕がちなみに。コンピューもっと弱ければいけんのに。テトリス分がね、うまいこと消えないんですよね。こう重なっちゃうから、テトリスを認識できないんですよ、僕が。見づらい。老眼にはきついっす、これ。老眼にはきついゲームだな。いやー、これオンライン体制でも やる人見たことないもん。絶対不人気じゃんっていうレベルで、ね、やりづらいと思うよ。ちょっと待ってよ。待って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 。よし。え、なんで？今、ぷよぷよとテトリスの混合を見るのだ。こう、これみんなやらない理由わかるわ。多分そこまでの処理、たとえね、有名な雨宮さんでもね、ここまでの処理能力はないんだと思うよ。待ってよー。すごい、どんどん見て。すごい、どんどん追い詰められてるぜ、俺。俺ね、プープーならプープーのままの方がいいわ、さすがに。できねえよー。できねえよー。難しすぎでしょ、このゲーム。このゲームはね、正直実況者泣かせだぞ。誰もやってる人がいないの分かるもん。いや、でも、プヨテト1から一応ね、これ、導入された新しいゲームですからね、一応は。一応新しいゲームだけどさ。プヨテト1からね、実装されたゲームだけどさ。ちょっともう、なんで勝手にさ、そのミノになっちゃうの？ちょっと待って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 。ねえねえ、コンピューにさ、プーテッド1みたいにさ、強さ補正欲しいんだけど。全員が全員そこそこできてる人だからさ、俺何もできずに負けちゃう、このままじゃ。そう。コンピューがそこそこ強いんだよな、みんな。コンピューがそこそこ強い人ばっかりだから。あ、これずらせないんだ。来てる時ずらせないの？つらー。
おい、普通のテトリスの感覚でやってたわ、今。ずらせると思っちゃった、勝手に。マジで難しいんだけど。ちょ、待って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 、なんか来そう、めっちゃ。めっちゃ来そうじゃん。でもなんか今、かわしたっぽいな。うまいことかわしたっぽいぞ。で、この時に落とす。そうやね。なるほどね。いいよ。これ、なんでなんでこんな来たの今。なんでこんな一気に来たの一気に行った。一気に行く。ちょ、待って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 。なんもできないって、それ。ぷよぷよこうなったらなんもできないじゃん。ぷよぷよこうなったらなんもできないじゃん。やめてよ。ここかな見てる感じ。もう目が慣れてきたよ。さすがに目が慣れてきたな。ジングルミノ。よいしょ。で、お、いい感じ、いい感じ、いい感じじゃない？なんか。お、さっきよりは前線してる気がするわ。俺さっきよりは頑張ってる気がするもん。お、2連鎖来たよ。ほら、2連鎖来たよって。皆さん、動画を閉じるなら今だぜ。これマジでね、喋れるけどね、なんでこんな来たの？こうだね。で、ちょっとわかんないから、一回アイミノはホールドしといて、縦だね。で、うん、いい感じ、いい感じ。なんか、意外と耐えてるけどさ、あ、うわぁ、うわぁ、なに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 よー、何すんのよ。ちょっと、一回頑張れ、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 頑張ってもー。極限の挑戦なんだよなー、どう見ても。ほら、行ったかもしんない。ちょ、いけないんだけど。向こうに行けない。頑張れ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 、まだいけるまだいけるまだいける、極限すぎる。頑張って頑張って、あ、もうダメだよこのゲーム。じゃあビッグバンか。ビッグバンはわかるよ。いや、ビッグバンはね、正直わかります。正直言うとかなり気持ちよく消せるモードなんですよ。はい、それをね、あれひたすら消していくっていうね。だからフィーバーモードみたいになってるんで、見づれーな背景な。そのフィーバーモードでひたすら消していくっていうタイプですね。はい、そういうモードなんで、これはね、わかるよ。てか背景何この見づらさ、なんとかなんなかったの、めちゃくちゃ見づらいよ。あまり難しい操作いらずね、ポンポン消せるんで、ガンガン消していけば。で、消したラインの、消したラインの数によって攻撃力が決まる。ターン終了のね、した時に攻撃みんなにし合うんですけど、消したラインによって決まってくるから、まあ、これはね、結構ね、やりやすいタイプかな。ただ、ぷよぷよの方が強いって、え、なんで？なあ、滑ったんだ、今。またここでスティック滑るのか。こういう、さ、なんで？ねえ、俺上入力してないって。上入力してないよ。上入力してないのに、カン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 なっちゃうんだよね。そう。やっぱコントローラーがね、やりづらくなった、昔に比べて。何完封なんで。あ、いや、これゼロだからだ。大丈夫かな。俺結構ミスってたからな。さあ、ビッグバン怒ったよ。最近に倒れるの誰だ。ああ、よし、勝ってる。これでいいのか。さすがにコンビがそんな強いわけないもんね。さすがに勝てるか。オッケー。いや、コントローラーの滑り具合が怖すぎる。なんでかな、なんで上刺さっちゃうんだろう、これ。なんで意図してないところに置くんだもん。前はそうならなかったのにな。感度設定とかできないかな。プーテトのさ、ほんでさ、感度設定やさ、キーコンフィングのカスタムをお願いします。そう、プーテト2ね、これで、ね、キーコンフィングがね、カスタムとかないから、自分の好きなように、カスタムができないんだよね。そう、これすればさ、それすればさ、上の暴発を防げるんだけどさ、そういうのは実装されてないんだよね。だからね、キーフォーコンフィングをお願いします。キーフォーイング実装。はい。そうするとね、滑りがなくなって、ね、言い訳できなくなるんで、お願いいたしたいということですね。このスティックがマジで、スティックでやるとね、これね、ガン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 落ちちゃうのよ、勝手に。僕、スティックの方が滑らかで好きなんだけどね、落ちる操作。あ、これね、ちょっと難しいやつですね。あ、いた。さあ、やられる人は誰だい？このターンで誰か決まるよ。あ、俺も長いわ。もう俺長いもん。もう俺勝ちだよ。ほら。お、耐えるね。まだ骨があるんじゃないの。スティックで勝負や。さあ。ああ、今のは俺のミスだわ。単純にミスった。
なんでこれスティック買って動くんだろう。勝手になんか上に行っちゃうんだよな。柔らかくなったんかな。多分スティックが柔らかくなった説あるな。今日はスティックのあれをずっとしていくことになる、と思います。てかもうそろそろこの時期終わるけど。一通りやるっていうのは名目ですからね。はい。よし。みんなどうやってやってんだ。十字キーなんかな、スティックなんかな。自分的にはね、スティックの方がこう滑らかに動くのが好きだから、こうやってすごい滑らかに動いてくる。十字キーだと指痛いんだよね。あとほら、あかあと少しだったのに。もうちょっと待ってよ。オッケーオッケーオッケー。残り全部まで終えた。もう感度良くなりすぎたんかな。やっぱキーフォーミングの実装をお願いしたいです。魂の叫びでございます。スティックかな。